おはようございます。ゆずです。今日は、熊野古道トレイルランニングレースのロングの部を走ってきます。50キロちょっとなんですけれども、今朝6時からスタートして、制限時間が10時間で4時にゴールを目指します。今日の私は多分なかなか余裕がないのでいつもみたいなレポートしながら撮るみたいなのがちょっと難しいと思うんですけども、まあ、景色とかを残せたらなと思います。まあ、無事に完走をまず目指して頑張ります。じゃあ行ってきます。熊野古道トレイルランニングレースロングの部 51.7km、 累積標高は 3000m、 6時のスタート、ゴールは4時です。スタートゴール会場は B&G 海洋センター。コースの中のポイントとしてはまずは絶景ポイント、 15km 地点に現れる杖の峰、ここからの雲海がとっても綺麗に見られます。そしてロングの人だけが味わえる一族山、ここへ向かう、上りの急登、そして下りの激坂、かなりパンチがあります。そして37キロ地点の布引きの滝、ちょうど辛くなったなというところで見ることができ、とても癒されます。そして丸山千枚田、最初と最後2回通ることができます。明け方の雲海の景色や夕方の日が暮れそうな千枚田、とてもいい景色が見ることができます。コースの前半ですが、完走のポイントとしては30キロまでを5時間以内に進むということが完走のポイントです。後半が何しろ時間がかかってくるので、前半は、これぐらいのペースで進んでいくのが絶対です。コース全体の印象としては、山と山の間のロードの区間は長いなというのを感じたので、その辺は淡々と走って、進めば関門は間に合うのではないでしょうか。そして、熊野古道らしい石段が、コースの中たくさん出てきます。ここは石段がかなり滑りやすかったりするので怖いところです。ただ、雰囲気はとてもいいです。後半が本番です。エイド地点には結構温かいものを出してくださることが多いので、味噌汁だったりとかお汁粉だったりとか、すごく、温かいものがね、休まりました。すごく嬉しかったです。はい、簡単なコース紹介でした。では本編をご覧ください。さて皆さんにご案内します。スタートまで10分を切りました。通行止めの時間となりますので、スタートまで無事に戻ってこれるように頑張ります。ドキドキ。おでは行ってきます。無事に帰ってきます。丸山千枚田です。雲海です。第一エイドです。
界です。綺麗に見えた、よかった。まだまだこっからです。まだ序盤。頑張ろう。今日は我ながら集中してます。時間との戦い。からの雲海です。下りがめっちゃ速い。緑の人が集中しました。なかなか下りが石ボロボロな感じでした。感覚が どうぞ。お味噌汁もらいました。コースが。パンチがある。炭酸も飲みたい。なんとか戻ってきました。全然今日余裕なくて取れてない。あとはもうちょっと、あと5キロぐらいですね。ロードで戻ります。ラスト疲れた。本当だ。ラーメン
をもらいました。ありがとうございます。きつかったっす。なんで歩く方がいいかな、間に合わへんの。無事にギリギリでゴールしました。41分ぐらいだったかな。カブラギさんと写真撮ってもらったんでラッキーです。もらいました。なんかもう全然景色とか撮れなかったんでちょっとおいおい語りますね、詳細。お疲れさんでした。マスター、マジで私一人の力で無理でした。いや諦めてた。余裕を持ってゴールにできそうです。お疲れ様でした。